寸慶回転。この技名どう思います？まるで宇宙基地みたいだね。もしくはお母様が補給品を隠す穴蔵。確かに似てるね。背中をゼーレンに任せる日が来るとはブローニャは思ってもいませんでした。ありがとう。ブローニャお姉ちゃんの力になれて、ゼーレは嬉しいよ。ふん、強がらないで。緊張して手汗が止まらないんでしょ。ブローニャお姉ちゃんは緊張したりするの？ええ、もちろんしますよ。アインシュタイン博士が具体的な計画を考えてくれましたが、敵の情報はまだ完全ではありません。予想外のことはいつでも起こり得ます。それでもブローニャたちは全力で戦わないといけません。ゼーレは普段の訓練をちゃんとクリアしていますから安心してください。漁師の海にいた時もゼーレはブローニャを救ってくれたではありませんか。あれは…あら、ゼーレはすごいわね。全部ゼーレ一人のおかげよね。うん、どうかしたんですか、ゼーレ。ううん、なんでもないよ。ブローニャお姉ちゃんに話したいことがあるの。何ですか？ブローニャお姉ちゃんには孤児院にいた頃に教えるべきだったんだけど。ちょっと、ゼーレ。漁師の海で生きてこれたのも、お姉ちゃんを助けたのも、本当は、ゼーレ一人の力じゃないの。ちょっと、バカゼーレ。今はそんな話をしてる場合じゃないでしょ。待ってください、ゼーレ。え？何かいます。あれは倉庫にあった廃棄された気候？まだ残ってたの？でもあんな風にボロボロになった気候を操って何ができるの？基地が破壊されないようにまずは気候を鎮圧しましょう。博士たちが悲しまないといいんですが。まったく、毎回変なものばかり使うわね。支配の律じゃ嫌なやつだわ。あれは、何か変よ。
変？嫌な気配を感じる。あの劇場の気配を。じゃあブローニャお姉ちゃんと一緒に調べてくるよ。気をつけて、罠かもしれないわ。ブローニャお姉ちゃん、あそこに何かがあるみたい。あれは。空間の隙間。どうして基地にそんなものが。罠かもしれません。万が一に備えて先制攻撃を仕掛けましょう。お客さん、劇場内では大きな声を出さないように。これはゼレ。まずいよまずいよ、姉妹がまた離れ離れになったよ。人形、いや律者ですね。ようこそ我が支配劇場へ。本日の司会のジェリーバーベルだ。皆さんお静かに、第一幕がもうすぐ始まるよ。同時に断りの律者の終幕でもある。ここがゼーレの言ってた支配劇場。この感覚、初めて漁師の海に入った時と似ていますが、どこか違うような。ここは現実とも漁師の海とも違う。ちょっと何キョロキョロしてるの。ああ、あの臆病者の妹を探してるんだね。安心して、誰もここから逃げられないよ。彼女はあなたと違って役に立つから、殺したりはしない。しばらくはね。やっぱりゼーレもこの劇場のどこかにいるんですね。さてさて、そろそろ皆さん待ちわびてることでしょう。本日の主役をご紹介します。断りの律者、崩壊の一人目の裏切り者、虫けらどもの文明の守護者。その上、目の前にいるこのお嬢さんが一番失敗してる。まずは彼女の人生を振り返ってみよう。ブローニャ在地、シベリア出身。ハイライトまで飛ばそうか。言葉にする価値もない病床生活を経た後、彼女はめでたく断りの律者となった。しかし、その律者コアを手に入れた後、彼女は一度も勝っていないのだ。ヨルムンガンドのリーダーに負け、漁師の海に囚われ、四季の律者を前にした時なんてそのまま気絶した。おっとすまない、司会者は笑っちゃダメだった。つい我慢できなかったよ。しかし皆さん、彼女は自分がすごいと思ってるようだ。彼女が今日までやってこれたのは、ただ運が良かっただけ。たまたま律者コアを手にすることができたから。彼女の同級生を見てみよう。彼女より弱いやつなんている？彼女はベルトの名前を受け継ぐに値しない存在。よくわかってますね。まるでずっと見てきたかのようです。司会者として登場人物の情報を予習するのは当たり前だよ。安心して、言い間違えたりしないよ。でさ、そのコアがなかったら、あなたも私たちと同じ存在でしかないんだ。もし私に断りの律者のコアがあったら、あなたよりずっとうまくやれる。
四季の律者なんて会った瞬間バイクで引いてやったよ。やれやれ、いっそコアを私に渡してくれたら、私が代わりに崩壊と戦ってやろうか。どう？トークショーは終わりましたか。ジェリー・バーベラ、ブローニャの記憶が正しければこの名前は失踪者リストにあります。あまり知られていないコメディ役者です。あなたは彼を演じてるんですか？それともあなたが彼なんですか？おいおい、あなたの失敗まみれの人生をきれいにまとめてやったのに感謝の言葉もないの？そうですね、ありがとうございました。あなたのおかげでいろいろわかりました。この一連の事件に対しても答えがわかりましたよ。なんだと？ただこのコアは渡せない。ブローニャにはまだコアが必要です。それにそもそもジョークを言うのに律者コアは必要ないですよね。演目開始。ご覧ください、これが裏切り者の姿、これが断りの律者の結末だ。落ち着いて敵の構造を解析して、敵の弱点を、この人形は感情的です。このチャンスを利用して情報をもっと手に入れないと。おや、バイクはどうしたんだ？四季の律者みたいにバイクから引きずり下ろしてやるよ。相手は空の律者じゃないから空間を操る力はないはずです。この劇場はある力、もしゼーレもあの隙間に巻き込まれたのならこの劇場のどこかにいるはず。戦闘中はなるべく移動を多くしましょう。ゼーレと合流できるかもしれません。この劇場からは出られないよ。逃げ回るな、ここはウサギの巣穴じゃないんだ。あなたよりウサギの方がずっと可愛いです。解析完了。そろそろエンディングの時間だ。同感です。そろそろ茶番を終わりにしましょう。味方だよ。でもこの時を待ってたんだ。観客の皆さんも待ちくたびれたかな。私の犠牲で皆さんに終幕を。断りの律者に死刑を宣告しよう。ジ・エンドだ。
予想よりもずっと危険です。あの人形は消えました。早くここを脱出しましょう。罠かもしれません。罠。罠ね。そうだ、全部罠だ。私が冷遇されたのも孤立したのも仲間外れにされたのも罠だ。大変な作業ばかり押し付けてきて、昼食だって私の分が一番少ない。出らんない。復讐してやる。私がいなくなったら会社がどんな風になるか、あいつら全員に思い知らせてやる。後悔させてやる。
何が大きくすると同時に小さくする、何が彩り豊かな黒よ、自分で描いてくれる、もういい、もういいよ、諦める、私には才能がない、デザイナーなんてなるんじゃなかった、生まれてこなければよかった、私の人生はただの笑い話よ、最悪な喜劇。お父さんもお母さんもおじさんもおばさんもお姉ちゃんの方が好き、できるお姉ちゃんがいてお前も喜べっていつも言われてきたから、先生たちもお姉ちゃんの方が好き、いつもお姉さんは正解できるのにどうしてあなたはできないのって言われる、プレゼント選びだっていつもお姉ちゃんが先に選んで私は残り物ばかり、私はお姉ちゃんの影だけじゃない。あ、お姉ちゃんが消えたらお父さんもお母さんも私を愛してくれるかな、お姉ちゃんが消えてくれればよかったのに、どうしてまだ消えないの。ブローニャお姉ちゃん、おかしいよ、あの人形たち、元は普通の人間みたいなのに、どうしてこんな風になっちゃったんだろう。いえ、あれは大獣律者、人間ではありません。奴らは人類の思考を盗み、人類を模倣しているだけ。崩壊の意志によって操られている人形に過ぎません。でも、人形たちが話した経験、苦痛は、ゼーレたちの知らない誰かの身に起きたことだよね。その人の心には絶望が。ゼーレ、惑わされてはいけません。誰にだって辛い経験や悲しい記憶はあります。それでも幸せや感動、楽しい時だってあるんです。でもこの人形たちは違います。奴らはまるで負の感情を無限に増幅した極端な姿です。惑わされてはいけません。ここにも出口がない、どういうこと。ここの空間はつながっていないみたいです。あっちに行ってみましょう。ここは最初ゼーレが入った時の場所、ゼーレたち元の場所に戻ってきたってこと。どうしよう、出口が見つからない。大丈夫、他に方法があるはずです。人形が隙間を開けてブローニャたちを招き入れたからには、きっとこの劇場から出る方法もあるはず。人形が
が増えた。楽しい楽しい、新しいおもちゃは楽しい。ジェリーの犠牲に感謝しないと。万歳万歳。バカね、あんな汚らわしい裏切り者そのまま殺してしまえばいいのに。殺しちゃダメ殺しちゃダメ、殺したら新しいおもちゃがなくなる。私も遊びたい遊びたい、私の新しいおもちゃ、みんなの新しいおもちゃ。へい、あれ、なんだ、ナイフしか出せない、つまんないな。使いこなせてないからよ、次は私の番。わあ、チェーンソーだ、すごい。どうして、あれは断りの律者の力。ブローニお姉ちゃん、どうしたの。この感覚、やはりあなたたち。気づいた気づいた、ちょっと借りただけよ、ケチね。奪ってない奪ってないよ。ほら、対価はあなたが支払ってるでしょ。それってあなたたちがブローニお姉ちゃんの力を使ってるのに、その代価はお姉ちゃんが負担してるってこと。当たり当たり、私たちは支配の律者だから。ありがとう、これでもっと強くなったわ。なるほど、これが奴らの本当の目的。キアナと別行動にしたのは正解ですね。もし空の律者の力まで奪われていたら大変なことに。無駄だ無駄だ、何しても無駄だよ。あなたたちは逃げられない、ずっとここに閉じ込められるの。泣けばいい、絶望して悲鳴を上げればいい。そして次の人形になって支配劇場で永遠に終わらない悲劇を演じるんだ。大獣律者はまだ断りの律者の力を自由に扱えないみたいです。このチャンスを逃してはいけません。少なくとも情報を持って帰らないと。でもあれはブローニお姉ちゃんの力、取り返さないと。悔しいですが、ここで大獣律者を全て倒すのは無理です。大丈夫です、ゼーレ。ブローニャは別に律者コアを頼りにここまでやってきたわけではありません。断りの律者の本当の力は、目の前のものを観察し、分析して、その本質を見透かし対応することだと、ベルトさんは言っていました。律者の力を使えなくても、ブローニャには、ブローニャにしかできないことがあります。ブローニャお姉ちゃん、先ほどブローニャが話したことをまだ覚えていますか。ブローニャが重装ウサギで隙間の解放位置を計算します。その間の護衛をお願いします、ゼーレ。うん、任せて、絶対にブローニャお姉ちゃんを守りきるから安心して。かなり近いです。
この空間には不安定で脆い箇所があります。そこを集中攻撃すれば出口を作れるかもしれません。本当に？よかった。じゃあ早く。許せない許せない許せない。許せない許せない。何？人形たちの勢いが急に増した。許せない許せない許せない。ここに閉じ込められるべきだ。永遠にね。死ぬまでずっと。どうして台本通りにやってくれないの？決まった台本だ。誰も逃げられない。逃げてはならない。逃げることは許されない。どうして無駄な抗いをする？どうして無意味な犯行を続ける？あなたたちは支配劇場の人形なのに。人形に人形呼ばわりされるとは皮肉です。あなたたちにブローニャお姉ちゃんは傷つけさせないよ。証明しています。ブローニャたちの判断が正しいということを。あそこから外に出られるのは間違いありません。だから慌ててブローニャたちを攻撃してくるのでしょう。きっとゼールたちが怖いんだね。このチャンスをものにしないと。ブローニャお姉ちゃん、その手これは空間が体を侵食してる。しかしどうして？リツシャコアとのつながりが中断されたからでしょうか。まずい。これ以上ここにいるともっと大変なことに。ツエレも影響を受けるかもしれません。急いでここを出ないと。ブローニャお姉ちゃん、戦闘はツエレに任せて。必ず必ずお姉ちゃんをここから外に出すから。デスティネーション、ロックオン。見つけました。あそこです。あの台は、ゼーレが初めて支配劇場に入った時にいた場所。やっぱり、あそこは特別だったんだ。あそこが支配劇場の本当の出口かもしれない。許せない！どうやら、向こうも簡単に逃がしてくれるつもりはないようですね。でも、ここに閉じ込められるわけにはいかないの。Yeah!
当にしつこいです。ブローニャはまだ大丈夫です。ゼーレ、出口を開けてください。うん、わかった。よし、ここだ。主導権を私に渡すなんて、そんなに私を信頼してるの？もちろんだよ。最初からあなたを信頼してるもん。だってゼーレはずっとあなたを見てきたから。あなたがゼーレを見てきたようにね。だから今回は体を完全にあなたに渡して、ゼーレはしばらく意識の一番深いところで眠るつもり。そうしたら、ゼーレに負担をかける心配もなく、思いっきり力が使えるでしょ？ちょっとゼーレ、自分が何言ってるかちゃんとわかってるの？こんなタイミングで私が表に出たら、周りの人が私の存在を知ってしまうわよ。いいの。前からみんなに紹介したかったから。化け物だって嫌われて、疎まれるかも。そうしたら、後悔することになるわよ。ううん。きっとみんなは受け入れてくれるよ。みんなが、ゼーレを受け入れたように。
主導権を完全に私に渡したら、しばらくは前みたいに強制的に人格を切り替えられなくなるわ。うん、知ってるよ。私が力を全部解放したら、何が起きるか私もわからないのよ。うん、大丈夫。もし私が意識の奥にいるあなたを呼び覚ますことを拒絶したら、あなたは二度と目覚めることなく永遠に眠ることになるわ。うん、わかってるよ。私が大暴れして大事な友達をいじめて大好きなブローニャお姉ちゃんにひどいことしても阻止できないわよ。あなたはそんなことしない、信じてるから。はあ、あなたみたいな甘いおバカさんがどうやって今まで生きてこれたのかしら。あなたがいたから、ブローニャお姉ちゃんとキアナがいたから、そしてたくさんの優しい人たちがいたから、お互いの心を信じて守ってこれた。はあ、しょうがないわね。わかったわ。たかが扉でしょ？開けてみせるわ。扉がないなら自分で作るまでよ。全力を出してあげる。じゃあお願いね。あ、そうだ。ん？まだ教えてくれてないよね。何のこと？前に聞いたでしょ？好きな名前を。あなたの好きな名前で、あなたを呼びたいの。ゼーレ。ん？ゼーレはここにいるよ。だから、それが私の好きな名前よ。お、はい、わかった。一つの体を共有してるんだから、名前を共有しても悪くないかなって思っただけよ。他の意味はないから。じゃあ、あとはお願いね、ゼーレ。はいはい、わかってるわ。任せなさい、ゼーレ。お願い、ゼーレ。しょうがないわね。任せて、ゼーレ。さあ、遊びましょう。くれぐれも壊されないようにね。いい天気ですね。では基本の構えをやってみましょう。